画面向かって右側がカターレ富山、そして左側ウィンドブレーカーに身を包んでいますが、こちらが2023明治安田生命 J3 リーグ第16節カターレ富山対鹿児島ユナイテッド FC。 巻いてきたゴールの前だ、外からシュート、強いシュートがありました。パスがちょっと合いませんでした。星が早めに入れていきます。中にボールが入る、シュート、渡辺決めました。シュートコースができました。先制は鹿児島です。ロメロフランクからのパス、中原からロメロフランク、そして渡辺、渡辺はこれが J 初ゴールになります。ここから上げていかなければというところですが、これはカードが出ました。大畑今日2枚目です。1点リードしてからは中原はあまり高い位置までには行かず、そこで落ち着かせています。ゴールの前だ、ヘディング叩きつけた、2点目。貴重な2点目が入りました。鹿児島山本からのクロス、最後は福田のヘディング。9試合続いたスタメン外れて途中出場。ここでゲーム終了です。3位の鹿児島が首位の富山を破りました。